大丈夫ですか、バカショーさなぎちゃんです。僕はソラ、はい、ソラちゃん、よろしくお願いいてゆくよ。
めまくるしい便立ち止まれないのさ、
チュッチュッチュッパンパンパン。素敵な夜空に浮かぶ花火、島根の方もいればまた違うふるさともあるかと思います、浮かんで見てきた夜空に浮かぶ美しい花火を思い起こしながら聴いてください。じゃあ、ね、ボーカルのミドルをちょっと下げたいと思います。あっ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 チュッチュッチュッ OK です。夜が明けるまで
恋に落ちたまるで、夜が明けるまるで、景色もあったりですね。でも今ただただ、まあ、チャリコ2ケツね、今そういうことをやっていいわけな時代でもないですが、ただただ素敵な大切な人と2ケツして、素敵な鳥の森のささやき、鳥の声があったり、そして後ろ前には大切な人の声のささやきがあったり、そういう情景、チャリンコで森や海のサイクリング、そんなイメージでオールで一日中いい時間過ごせたいな、僕らにとっても今日という日がこのライブオールで一日楽しかったオールでやったらよかった、そういうのも演奏します。オールで恋で森の奥、耳元深く鳥の声、柔らかな風吹く夜に穏やかな月、 All dayOh, all day, can I be with you? La 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 la. Light をつけて、闇の奥、耳元優しい。君の声、まばゆく星を数えて、今日抱きしめた。All day, all day, can I be with you?Thank you.
こうちょっと毛量の多い、もさついた男でございますが、2020年あごひげがこの辺までだったんですが、すっかりと反り上げピカピカになって、吉川さんのこの町にやってこないと失礼かと思いまして、つるぴかに仕上げて、お前は一体誰だと普段知っている方、声を上げ、そして初めて会った方はなんてイケメンなんだとさぞかしいお思いのことかとは、ございますが、なぜここに今僕たち立っていられるのは、山本充さんのおかげですね。充さん、そしてお母様、前回またあの津田野の方、木部の方でも大変、そして増田でもお世話になりました。そして海太郎さんですね、そしていつもお世話になっているナオファームナオさん、そしてスライドプラスさん、今日出会って、あ、今日でも 初めてかと思ったら、昔の増田のライブに出会ったりしてくれて、ご縁を感じます。その頃まだ僕ら、まあ、今でもですが、島根県でもそうそう力を感じているわけではございません。ゆっくりと私焦らずとね、一歩ずつ要ソロしながら、いろんな角度を曲がりくれたワインディングロードを、コツコツと歩きながら、そして今日は吉川翔さん初めてです。これもやっぱり僕たち自分たちだけの力でここでこの景色を楽しめてるとは思っておりません。今日に関しては満さんが大変忙しい中、本当撮ってくれて、いろんな段取り、昨日も遅くまでされてたようで、ご準備ありがとうございます。まずは満さんに大きな拍手を。満さん、ありがとうございます。厳しいままに英才教育で育てられ、当時はものすごく嫌だったんですが、ここにキビドルがありますね。これバイオリンを習って、なんと10年間頑張ってみたんですが、こうやった今の形で、大きく言えばこうポップスサウンド、こうギターを弾いてパーカッションがあって、その中にこうバイオリン、キビドルを置いた場合、どんなアンサンブルがそれ何か試しては、いけるものじゃないかと思って、何年前かから融合して、そうこう子供の頃から厳しく育って嫌だったんですね、本当は。こう僕、死後から戦い泣きながらずっとレッスン通ったんですけど、それでも大人になってこのように、融合できて表現できるんだっていうことに関しては、あの 親に対して母に対してすごい感謝しています。いっぱいエネルギーとお金を使ったことでしょう。大きな舞台もいっぱい立ったんで、そういった度胸もついてたこと、大人になってこう楽器も、まあ、ギター自分で14で始めたんだけど、こういうふうに、融合できる親のありがたみを感じて、今でも親とは母とも仲良く暮らしております。前に向いてちょっと遊んでみよう。まだまだ肌寒いですが、海小屋にいる気分で聴いてください。オブラディ、オブラダ。広げてよビーチチェア、塗りたくてサンタン、終わらないサマLong and winding road to get you
sunset 高波に抵抗酔いどれたサーファー終わらないサーマーサーマーオブラディオブラザーエラレイタネバーオブラディオブラザー We can always be together Oh yes, oh yes Oh yes, oh yesHabla de hablada
東京生まれ港区育ち芝浦の海と、うちの前にはでっかいバスの操車場を、海岸通りを渡れば無限に広がる倉庫街、背中にはのしかかるように東京タワー、親父に釣りを習ってハゼとボラと遊ぶ、夕焼けにザリガニやトンボたちと戯れる、週末はバイオリン教室、母親とバスに乗って楽譜を広げて音符の玉ジャクシと戯れる、終わりのない自由な毎日、キックベースゲームセンター芝公園でサバイバルゲーム、東京タワーマジックリバラマジックショー、魚卵坂を登って友達の家で遊ぶ、遥かに違う高級住宅地、そんな三田の風景、大人になって社会の格差と世界の歴史を知る、選んだ道、描いた夢、学んできたもの全部、捨てれるもの捨てられないもの、頭のねじる目油さして割れそうなドブ板の上を歩けるわ、いつだって素敵な夜さ、ふざけた街があるさ、この街が、この街が学びやさ、東京23区47都道府県、どこに行ったって話の通じるやつと通じないやつが並ばれて教えてくれる、街を歩き街を離れまた同じ街に戻る、そうやって人間は生きてる、妬みそれに冷やかし無限に続く言葉のゲーム、上に立つもの下で支えるものどちらも大切なルール、嫌われ者や厄介者人気者普通の人たち全部全部全部寄りかかり合って生きてるわ、中古の車が岡山県美作市の方で、煙を吹き出しましてですね、中国自動車との暑い真夏の雨ほとばしている中、体をぬるぬるとさせながらですね、最初は助手席のダッシュボードから美味しい匂いが立ち込めてきて煙が少し詰めて、一瞬あ僕運転中なんでね、さなぎちゃんはちょっと面白い少女なんで助手席で焼き鳥でも焼いてるんじゃないかと、焼き台は確か持ち込んでなかったはずだ、おかしいぞと、タレか塩なのか、今日は発はあるのかなと、どんなモーツがあるのか、そしたらボンネットの方からシュワシュワと、その車がプスッと落ちて、まあ危ないですよね、こうバッテリーも落ちるからハザードもつかないし、後ろから車がどんどん来る、でもちろん車は動かない、そういう時に、見ましたかのパーキングが見えて、まあ、そこに駆け込むんだけど、止めると同時にエンジンが落ちてプシュッと、車に対してはこう恨みはないですね、2年間もあちこち僕たちその車メーターすぐそこで JAF を呼んで処分するんだけど、メーターを乗った時覚えてるんで、まあ、それを測ったら4万キロは走ってる、
短い4万キロ、ここピンともないですよね。こう地球の赤道は一周で4万70キロなんですね。大きな地球で小さな日本をバブジグチを走ったら4万キロ達した。あちこちと車が、僕たちを素敵な場所へ運んでくれて、旅、いい景色、人の温かい眼差し、たくさんと浴びました。今日は島根県吉川町初の空ライブでございますが、今日もまた、運び込んでくれた、今新しい車ですけど、車は一生懸命2人ですが、まあ、3人目、一つの乗り物でやってきたんだなと、まあ、その時の車はちょっと小さかったから今回は大きくして、まあ、その時も困ったんだけど姫路市の仲間たちがたくさん助けてくれた。宿をどんどんこう車を手配してくれたりですね、ツアーもいっぱい予定詰まってるから、ツアーも回れるようにしてくれて、で車を買い替えて、兵庫県赤穂の方かな、車を買い替えてやってきた。今の車も、今日皆さんの温かいエネルギーパワーもあって、少しでも長く、の車が運転できて、またここの吉川町に戻ってくることを楽しみにしています。僕の車頑張ったね。それじゃ、焼き鳥ではなかったかな、まあ、そのまま燃えたら俺たちが焼き鳥になっていたかもしれないとですね。一つよろしくお願いします。前で、仲良くなっていかないんだ。もうでも引き返すことだってできないんだね。もう好きなように遊んできてしまったんだ。でもまだまだ足腰、あ、ちょっと僕はヘルニアの方が少しひどい。膝軟骨ちゃんもですね、ちょっと、去年は滋賀県琵琶湖のほとりで、まだ若干、20代ですが、ヘルニアを同じく発症しました。草薙ちゃんに大きな拍手を。ヘルニアに大きな拍手をください。あ、そう、マイウェイって言ったんです。皆さんの、良き時、悪き時思い出しながら、Your Way 思い出して、マイウェイ、あのマイウェイです。言葉は自分で作ってみました。歌い疲れて言葉も聞き飽きた。ふと心の扉に背を向けて、今さらだよ戻れる手はずもない。でもなんだかんだ言ったってここに来ると感じるんだ。暖かい風取り合わせたメロディー、風に乗せ駆け足なら、まだまだ飛び跳ねるんだ。手をくれなのかい、そんな知らせは届いてないんだよ。ひっくり返すのサムネポケットの砂時計を、心は燃え尽き、夢は弾けても涙枯れるまで終わりはないでしょう。すべてのめくりは自由な波のせい。リスン、こぎ出すペダルのきしむ音、手を握って、旅の夜は体を楽にして、心は燃え
は弾けても新宿で生まれ、中野区、港区、江東区、江戸川区にお引越し、結構実家がくるくる変わって、よくアメリカの大学に留学、高校出てすぐニューヨーク、ボストンちょっと行って、それからニューヨークはほぼ行きました。そこで私立の大学入って、で、音楽とかやったり、まあ、映画が好きで映画監督になりたいっていう夢があって、まあ、今でも映像業っていうのはクリエイターとしては、お仕事としてもドローンを飛ばしていろんな仕事をやってます。やはりで、その家業として音楽もツアーしたい、カメラもあれば、まあ、いろいろ技術いっぱいたくさん勉強して、いろいろ投資もして、機材も増やし、車に今全部入ってるんですけど、それでまた北海道から沖縄ぐるぐるとそういった撮影業も行ってます。そして共に音楽もできる、なんて素敵な人生なのかと。音楽をやれば映像、まあ、音楽と映画とか映像とか密ですよね。でライブやってると、なんか映像もやってるんだってって言われて、ちょっとなんか作品がこうアップロードされてる見てもらったらいけるんじゃないかって仕事をいただいたり、映像で出会った人たち、街の人に音楽を、まあ、映像あれば音楽も貼り付けたりする、そういうのオリジナルのソングもあるので、歌を抜いたオケバージョンだったりとか、ね、そういった部分で、今度は映像で出会った方が音楽のライブで招致していただいたり、関係はご縁はある、まあ、僕が言いたいのは5倍のいろんな話もあったけど、やってきた芸が身を助けているんですね。芸は身を正す、継続は力なり。もちろんやめたものも、あるいは逃げたことも、他のこともあります。で、自分がチョイスしていくと。やり、別に手を出したことは全部皆まで最後までやることは、ございません。いいなと思ったものを触れてみて、まずはやってみてからですね。僕がやり続けたことはこれですね。もう40年以上同じことをやって、まるで遊んでる。先ほどちょっと社会不適合者だと言ったら、いやこの辺にもおるよと言った熊本の社会、明るい社会的にどうしますか、まっすぐ手を挙げるというですね、何の恥じらいもないという、ね、あ、それで、はい、俺の親父方の血筋がおじいちゃんおばあちゃんがね、津田野なんですね。津田野の木辺のエリアがあります。おじいちゃんおばあちゃん、俺はもちろんその家にちっちゃい頃何十回でも行ってきた。で、親戚もたくさん多いし、で、自分はかねて音楽とかやってきたけど、まあ、そういう絡みは一切なかったけど、もう何年前でしょうか、6、7年前、ゆっくりとまた大人になってからこう遊び触れ合うようになって、で、ジバの先輩後輩いて、そして、そらくまだ音楽頑張っちゃうのないと、俺だったらちょっとつまのでもなんとかせんと意見中央で、最初は坂倉ライブをやってくれた、オーガナイズしてくれて、大変楽しい最初の僕の集まっていただいたライブがあった。そこに海太郎さんが出会ったんだね。今ここにメンバー一番古いのは海さんかと、東京メンバー含めないでですね海さん、伊豆さんにすごく感謝します。そして去年は木部の小学校での僕らの生き様の講演会を
をしてですね、たくさんの子どもたちに、楽しんで囲まれて、僕らもそれ以上楽しませていただきました。そしてまた前日には空ライブを木部の体育館の方でさせてもらってですね、それを立派に務めて、承知してくれた海太郎さんには多大なる感謝です。海さん、ありがとうございます。それから5月からナオさんのご縁もありまして、ナオファームナオさんの農場の中の農場ライブがあって、それも何年前ナオさんとの出会いあった、そこでライブ去年もでパスタの音楽祭の方もこうたくさん仲間ができた、また今後との遊び触れ合いのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。その前はテラだったね。今日テラ君もう帰っちゃったかな。テラ君で、浜田からもテラ、サーファーズキッチンテラっていう店、今日オーナーのテラ君、昨日、おととい俺はライブだったんだね。そのままこう、で東京からイルカっちゅう、飲食店やってます。でケータリングで、それはライブのためにわざわざ来てくれたんだね、食材持ってきてくれた。今日は山吹さんと、こういう場所ということで、イルカさんのケータリングがお休みですが、東京からの縁もこのように、要は距離ではない、時間ではない、それは作って、会いに行きたいやつとは遊び、交わし合えて、また次の約束をしたりしなかった、まあ、あと必然的に出会うんじゃないかな、遠くからありがとう。そして吉川、今日あの街で出会った方、石川出身でない方もいらっしゃることでしょうが、今日は津川のエリアからお越しいただいているんでしょうか、お会いできるようまた楽しみに、再会楽しみにして吉川町戻ってきます。今後ともさなぎちゃんツアー一つよろしくお願い申し上げます。今日は本当にありがとうございます。僕たち最高の振ってスロープのような人生かもですが、まあ、それでも今日は今日の風見取り、明日はどんな風が吹くのやら楽しい人生それでも過ごしておりますよという歌で最後お別れしたいと、最後フィトル入れて、弾け飛んでいきましょうか。で、まあ、よかったら CD もあるんで、こんなご機嫌なやつらたちのアルバムもあるんだ、そのもしよかったら声かけてください。ミスターパンチョーマン、最後までありがとうございました。ありがとうございました。飛び出したんだ、あてもないのさ、手紙ならもう届かない、サイコロ振ってスゴロクみたいだよ、風吹くまま僕ら風見取り、今日の寝床は海か山か、さすらうのさ僕ら浮き腐れなしぐさ、気がついたら in my life 砂煙でこぼこ道、あやふやでも楽しい日々さ、ミスターパンチョーで今夜も踊るだけ、楽しい日々さ、ミスターパンチョーで僕を開けるだけ、
ねそこは海か山かさすらうのさ僕らできるさねえらしがさ気がついたんだ今は砂けぬりでどもこみしきでたらめばかりさ見せばんしょがんぼとそあてるだけだよ生まれた意味が今だいあやふやでも今日からこうやって友達に慣れちゃったりするそういう出会いの列車があったとしたらどんどんビビらずタダでそんなもん乗りたい放題フリーライドでいいんじゃないかフリーライドこれカラオケに今年1月入りましたからねジョイスタンドオンリーになりますが、あさっき歌ったバミスターバンジョーマンって言った今日やってないけどゲットオンザハイウェイ、ジョイスタンドオンリーとはなります個人店とかちょっと難しいかもしれませんが、SOLA ストラで、検索ではまた全部どこか別の場所でも応援することができるかもしれません。フリーライド、またのフリーライド、今日こうやって僕たちも飛び乗って出会うことができました。重ね重ね、南藤フェビツーさんありがとう、山吹グリーンコナムさんありがとうございました。また待てない、楽しみですけど、ファストコンビありがとう。Take a ride